その内側原因で皆さんにパニック状態が起きるっていう時は、それは皆様方が悪いから、皆様方が悪人だから、皆様方が悪人であるっていうことゆえに、皆様方はパニック状態に陥る形でしか、内側原因で皆様方にパニック状態が起きるっていうようなことはありえません。まあ、ないでしょ。だからもしパニック状態が今言った理由以外であるとしたら、うちが原因じゃないんですよね。でしょ。で、そのうちが原因っていうことはどういうことかっていうと、皆様方がうちに対してした悪行が原因で皆様方がパニック状態に陥るっていう説明を今したんですよ。要するに皆様方は悪人ゆえにパニック状態に陥るってざっくり言っちゃったのは、皆様方がうちに対してした悪行が原因で皆様方がパニック状態に陥ることがある。それはね、それも緊迫状態、緊張状態、あまりにも緊張状態において、その理由っていうのは皆様方がうちに対してした悪行しかない状態にまで事態が順化していった場合やんかね。それしか、現在というか、元ね、原理由というかね、元の理由はないから、そもそもの理由はね、皆さんが苦しんでる。まあ、うちも苦しんでるよ、皆さんのせいでね。でしょ？ まだ苦しめてんの、皆さん、うちはね。まあ、皆さんが苦しむことによって、うちを苦しめてんねんけどね。そこもざっくり言うとそうやね。だけど、本当に緊張状態が人間関係なり、それ以外の関係との間でも高まっていたときに、今言った理由に順化しちゃうやんか、皆さん。その時にパニック状態が起きる可能性が高い言うてんねん。そのパニック、深刻なパニックかもしれんねん。誰もご自身を許せないでしょうし、誰もご自分を許せないでしょうからね。ご自身がご自分も許さないし、ご自分もご自身を許さないことがあったりしたら、もう40億やね。でしょ？皆様方の、一人の皆様方において40億がそれぞれ皆様方においてあるから、40億かける100億人今ぐらい。それでもう地球滅びることあるわね、皆さん。パニックって、どうなんの、滅びるんですか？でも、まあ地球をみんなで爆撃しようとかなったら滅びるわな。まあうちはボコボコにしては、皆さん方が死ぬだけやねん。実は地球は滅びひんねん。だってうち地球に帰るだけやんか。なんやそれは、言って仮想にしたら、何もかも滅びる。うちを仮想にしたら何もかも滅んでんねん。だからうちなんか死ぬたびに仮装されてるから、張り飛びしてるねん、実は。うちを仮装にしたら張り飛び起きるよっていつも言ってるやんか。仮装にしたら張り飛び起きんねん。なんで張り飛び起きるんかって言ったら、上の世界の肉体じゃないから、この肉体は。仮装にしたら上に肉体上がっていくでしょ。じゃあ上の世界にうちがおるから、何やってんのって、自分の世界帰りって差し戻されてまうねんな。それは比重がちゃうし、座標がちゃうから。上の世界には皆さんも行っても、その前も言ったように素粒子にしか過ぎひんから、まあもちろんその素粒子がね、卵子やねんけどね、元はね、卵子の、どういうの、卵子の霊っていうか、霊自体が卵子じゃなくて、どういったんやろ、バクテリアって霊やねん、実は。みんなあれ生物と思ってるやろうけどね、バクテリアって霊なんですよ。っていうか地球がね、霊だし、あ、間違えた、宇宙が霊だし、宇宙空間霊なんですよ。あ、それは分かりやすいよね。星も霊なんですよ、光だからね。光って霊なんですよ。まあ、周波数高いものはみんな霊って考えたらいいし、ね。じゃあ、バクテリアって人間より周波数高いね、実は。それは分かるよね。なんとなく気づいてた、気がついてた。で、バイキンもね、皆様方より波長高いね。宇宙よ、この肉体は、波長高いよ、バクテリアの方が。要するに、下等動物の、下等生物の方が、高等生物より波長高いんですよ、実は。じゃあなんで病気になったら波動下がんのって。負けてんねん。バクテリアに負けてるねん。バイ菌に負けてる。ウイルスに負けてるから波長が下がるんです、高等動物の方がね。まあ、波長高いものはね、弱いからね、波長はね。そう。まあ、だから干渉を受けるの、その光の干渉でも、まあ、どう言ったらいいの、音のもそうやな、波長が高い方が勝っちゃうみたいな言葉があるやんかな。まあ、
その周波数しか勢いがちゃうからね。波長が低いのでゆっくり動くから方向変えられやすい。ちゃぺーんって波長高いのが来たっていうような解釈が分かりやすいよね。でまあ魔法もそうですよ。だから武道をやってないと波長の低い魔術になるっていう説明もぴったりかな。じゃあ純粋魔術って言ってるものも基本は光とか、まあ、トニックとかだから、あれじゃあ霊やんかって、うん、純粋、そこまで言った純粋魔術も霊なんですよ。召喚術でカテゴリーされてへんだけでね。じゃあ召喚霊がなんかゲームで光出してるぞって、あれはありえへんよ。だって召喚霊なんてね、その動物霊からそんな光なんか出せないよ。重いね、波動臭い匂いするし絶対。そしてでガグガブガブ食いに来よる、内臓とか吸血鬼みたいな食いに来よるの実は。まあ吸血鬼の人たちも内臓食べられてるね、動物霊にね。波長低いよ。じゃあ召喚術の光出すじゃん、それをなんかその置き詰めちゃう、契約によりその波長高い霊のあの借りてんのちゃう。なんかまあどこを通したら光が出るように見えると思うし、シナプスの具合によって脳内だけに光を催すこともできるし、でそれをまあ自分が見たように編集することはできるよ。また大脳もそういう編集能力ありますからね。どういうことかって、もう大脳が上の世界と下の世界を紡いでるというか、プラネタリウムやっていうかね、大脳ってプラネタリウムにね、明らかにな。なんか投影してんの、大脳って。うちの大脳だけじゃなくて、みんなの大脳もね。だからビットコインのそのね、とかな、あの、サーバー、いくつものサーバーがあって管理してるってやつね。その、どこがメインサーバーかわからんシステム。それと似てね、大脳ってね。まあ、知ったったんちゃう、大脳ってそんな装置やって知ったりとか、ビットコインのあの、システム作られたんちゃうかな。だから私たちの大脳が実はこの世界を投射してるだけやねんの。化学構造式がプラネタリウムの中心のあの機械みたいに、あれはそれ夜空を転写じゃなくて転写っていうのかな、するでしょ。あんな感じでまた投影か、投影してんねん。で人口あればおるほどその世界のその解像度が上がるっていうか、実はしょうがないな。うん、でもそれは真実やねん、実はね。で、それがなんで、そんな世界なんで信用してるんですかって。いや、みんなが信用してるからそんな世界やねん、実は。みんなが信用してる世界しか、実は現れへんねん。で、みんなの、信用してるの変えたらええやん。うん、それが宗教やってんけどな。まあ、それでもこんな限界しかないわな。なんでかって、もう宗教のが信用するものばっかりで、大脳をみんな作って投影しようかってなった時にもうみんな嫌になったみたい。大昔、まあ中世ヨーロッパとか、ちゅうかユダヤ人、宗教大好き民族のユダヤ人、その宗教嫌がりやねん、そういう局面では。なんでそこまで俺らに信用させて、それ投影させて、その世界を信じろって、なんか論理矛盾に論理破綻してへんって。なんかそれを洗脳というか染め脳というか、洗い脳じゃなくて染め脳ですよみたいな、染める方の洗脳だから。例えばそのみんながね、雨降ってほしいなって全員思ったら降るんですかって言った時にね、そうでもないよ。なんだかって言ったら、その雨の波長じゃないのよ。雨は到底呼べない波長で、雨降ってほしいなって思っても雨なんか降らへんし、雨が一番降りたがるのはその樹木アロマ、樹木アロマね、まあ雨が降りやすいよ。上空に上がってくるの、樹木アロマさーって。気圧性高いから。それが雲を刺激して雨が降る。まあ雨と雲のシステムやから。ということが、所詮雲のシステムだし、こういううちみたいな高い声は実は雲まで届きやすいのでして。だから、うちの声は非常に雨降りやすい。雲にも、その樹木にもね、あ、雨やなと思い出させるの音なんですよ。うちがそんな雨降らす波出してんの時、この、まあ、夏ならセミがミンミン鳴いて、セミのミンミン声もね、その樹木アロマの原因でもあるし、まあミンミン声がそんな、なんていうかな、シャカ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 して、私たち動物にもなんか涼しげな、なんか分離感、体内分離感を催すでしょ。なんかラジエーターみたいな、なんかイメージが体内にできますやんか、セミの鳴き声って。でじゃあそれで自分の体内にラジエーターみたいなイメージを作ったら雨降りやすいんかって言うから、
もう訓練したらそうなるでしょうけど、なんでそんなことせなあかんの？もっと他に使わなあかんことがいっぱいあるのに、そんな芸事に自分の体ないとか大脳使ってどうすんの？他の部分で置いてかれるよ、みんなに。そんなことしたら誰か褒めてくれると思うんで。だから、それはなんかの研究所に入って君はその担当なんやったらいいけど、退職する頃も廃人でしょ、それ。ね。じゃあどうしようもないってことはないよ。なんだかって、そのうちの皆さんの、そのオリジナルやし、コピーである皆さんの細胞にシャカシャカ感出せるねん、実は。シャカシャカ感以外も出せるよ。シャカっていうのこのシャカシャカ感のことやね。そのセミの声、シャカ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 。日本でセミの声を形容するときに、そのミンミンっていうときもあるけど、シャカ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 って説明した方が分かりますよね。ああ、なんだ、シャカってセミの鳴く声みたいな哲学をみんなに与えた人なんだなって。そうやね。シンタルドの話聞いてたら、みんなすごい、その、なんていうの、インストールじゃないけど、じゃあスタマックエイクというか、ちゃうわ。相当されていて、相当。ね、縦書きじゃないよ。上書きでもないよ。その縦軸のね、相当書いたんで、さーって。それは、上手な、カード使い、あれトランプ、タロット使いかな。上手なタロット使いは、その、シャッフルなり、ステアするときの話、それ見てたら、あれーって、なんか心洗われますな、先生のその、さばき方とかね。シャカシャカ感与えるような、きっちりとやったんで、打ち下手よ。うまい先生、サク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 ってやっていけるでしょ。音楽もそうよ。そっちがうちも結構そっちの方が得意だからね、そのサクサク感はね。出せますよ、サクサク感はね。で、うちのこの子の音楽で鍛えましたからね。しかもこの外練ばっかりやったからね、一応ね、皆さんと違ってね。歌がね。路上だけじゃない。路上っていうか、その駅前とかの路上だけじゃなくて、公園とかでもやったし、ここでやったらあかんやろ、いうようなとこでもやったよ。まあ、それちょっとしかやってんけど、ここでやったらあかんやろって。まあ、それではちょっとしかやってへんよ。なあ、学校でやったらもう自然やなって。まあ、学校やったらも練習やっとけやってみんな思うような、とこでは結構、そっちでもめっちゃ長い時間練習してんの、実は。で、こっちに対して苦情を言ってきた人もおるけど、他の場所ではね。今日ここしかできんかったけど、まあ、しゃあないの言われたことだなと思って。だってもう、誰も文句言わないところで、言わへんところで、めっちゃ長い時間練習しとって。じゃあ、駅前で演奏できへんかったんけどな、あんまり。みんな話しに来やんねん。おお、なかなかおもろいなって。ほら、わかるやろ、この話とかって。演奏させてくれ。わ かるわかる、話してくれはるよ、そら。あ、やっぱりなーって。 感想聞かせてくれって。話聞かされんねん、ストリートミュージシャンやってたら。そう、話聞いたとか、感想聞かせてって言われんねん。はい、面白いよ、路上ってな。路上もその突き詰めたら面白いよ。やってたら、ほんとそれしかやってなかったら、そこ極まっていくんじゃ面白いと思うけどな。でも、常連やんやからな。ほどほどにな。でも、ストリートミュージシャンは結構治安アップするからな、夜の駅前とか。おらんよりおったらめっちゃ治安アップするんです、ストリートミュージシャンってな。夜の駅前の治安にはめっちゃ貢献しててんで、今はもらんけどな、ほとんど。なんでかって言ったら、そんな流れてくるやつと、ストリートミュージシャン、流れてくるしか、その、どこから来、の街から来たやつか分からんやつと、ストリートミュージシャンだけがおったら危ない、逆に危ないね。そやけど、その、駅前で、なんか、いつもたむろしてる連中がおって、で、そこにストリートミュージシャンもおったら、めっちゃ安全やね、他の人に。実は。で、またなんか、いたずらしようという気が起きひんねんな。その、やん、ね、その、いたずら小僧たちも。ストレッチミスじゃおったら、なんかめっちゃモラル上がんねん、実は。まあ、歌にもやるやんけどね。そういう功徳があるから、結構許されてきたっていう時代の、まあ、あったんよね。で、何の話やったかな。しまった。持論を切れちゃった。ちょっと、次の動画にしよう。15分限りいるのかな。